アピストグラマはシクリットの属の一つ。南アメリカに生息する、いわゆるアメリカンシクリットの一群で、観賞用熱帯魚として人気が高い。学名の確定している種のみで、現在100種弱が存在する。シクリットとしては小型で、大型種でも10センチメートル程度にしかならない。性的二成が見られ、オスの方が体格が大きく、色彩も派手で、 メスは小柄でオスよりも地味な色合いをしている。オスは体側こ児行動であるフィンスプレッティングをしばしば行う。これは外敵や他のオスを威嚇、またメスに求愛する際に文字通りヒレを大きく広げる行為である。フィンスプレッティングを行う瞬間のオスは色が乗って美しく見え、これが観賞魚として人気が高い理由の一つとなっている。メスは いつもはオスに追いかけられているが、産卵が近くなると体色を婚姻色の黄色に変化させ、オスの求愛に応えるようになる。繁殖形態は、ケーブスポーナーと呼ばれ、付着する卵を木の下や石の下といった、発見しにくい物陰に産み付ける。ただし飼育下では何もなければ、水槽のガラス面に産卵する場合もある。産卵後は、メスが卵や、 稚魚のすぐそばで保護を行い、オスはその周りで外敵の侵入に備える。メスの保護行動は、環境や個体差などによって異なり、激しい場合は、オスすらも、卵や稚魚に近寄らせまいと追い払い、そのままつき殺してしまうことさえある。飼育においては、あまり大きくない水槽で、つがいの2匹のみを飼育し、オスの求愛から、メスの産卵と育児、 この成長に至る一連の繁殖行動を観察するスタイルが主流である。あるいは広めの水槽に隠れがとなる水草を繁茂させ、つがいを複数組み入れたり他の魚と混泳させたりして、繁殖を前提にせずフィンスプレッティングの干渉に重きを置く場合もある。後者の場合も散乱することはあるが、親が守りきれずに稚魚の段階で捕食されるなどして、 この成長には至らないことが多い。性格はやや癖があり、他の小型シクリットとは種に関係なく闘争し、狭い水槽や隠れがのない環境では、殺し合いに発展しかねない。反面、それ以外の魚に対しては全く攻撃しないとは、言い切れないものの比較的関心が薄い傾向にある。ただし水槽内では仮想を巡回するように泳ぐ傾向があるため、 シクリット以外の魚であっても低生性,性のコリドラスなどとの混泳は接触の頻度が多くなるため注意が必要。なお繁殖を目指す目指さないにかかわらず、隔離箱や予備の水槽などを用意しておくと攻撃性が激しくなった時に無用な被害を防ぐ上で役に立つ。水質は弱酸性の軟水を好むが、種によって適した度合いにはかなり差がある。 例えば、ネグロ川のようなブラックウォーターに生息する種では、pH5 前後で、高度も極端に低い軟水が適しており、エリザベサエやメンデジーといった水質に、シビアな上級者向けの種が多く該当する。その一方で、中世よりの pH6 前後で、高度も低すぎない、日本の河川や水道水と似たような水質を好む種もいる。こちらは、強健な種であれば、ネオンテトラや、 ラスボラ類と同様の水質管理で買えるため、特にトリファスキアータやボレリーが入門種として有名である。アピストグラマーガーアラマーガシジー、アピストグラマアガシジー、アピストグラマエリスルラ、アピストグラマエルトルラ。ありがとうございます。